皆さんこんにちは、ワンダルギルビーチです。では今回は新ギレンの野望、地球連邦軍プレイ、 V 作戦禁止、モビルスーツの生産もやらないというね、チャレンジングなプレイ、続きをやっていきたいと思います。前回はソロモン、今画面に映っている宇宙要塞を攻略したわけなんですけども、今回はその続きとしてジオン本土最終防衛ラインに位置する宇宙要塞アーバオア空の攻略を行っていきたいというふうに思っています。早速アーバオア空の攻略作戦発動していきましょう。星1号作戦です。ジオン本土最終防衛ライン、宇宙要塞アーバオア空と月面都市グラナダで構成されるこの空域はジオンにとって最後の砦である。ソロモンを攻略した連邦軍はついにジオン本土への侵攻作戦を発動する。一方、連邦軍の第一目標ア・バウアクーには総反撃を狙うジオン軍が集結する。ジオン本土を目指す連邦軍の戦いは最大の山場を迎えようとしていた。はい、ではそのアーバオア空の状況を見てみましょう。アーバオア空ですが、ビグザムが拠点上にいますね。ソロモンの攻略、前回の動画なんですけども、まあ20分ぐらいの動画になっていたと思うんですけども、実は収録自体には4時間ぐらいかかってまして、これはですね、ソロモンの拠点中心部にビグザム、これが居座ってですね、どうしても落とせないということになってしまって、やり直しを何度か余儀なくされてしまったというね、4時間に及ぶ長い収録に至った原因がそこにあったので、今回もこのね、アーバワーク攻略に際して鎮座しているビグザムをどう攻略するかっていうので腐心しながら頑張っていきましょう。で、ソーラレイが発射されるリスクを考えて、確かここ3マスずっと開けているんですけども、これソーラレイが発射されたとしても被害が出ないようにということで、ここ3マスずつ開けて進軍しています。ではアーバワークの方に進行戦開始していきましょう。将軍、グレートデキンが和平交渉のため投降してきました。和平交渉には応じていきます。将軍、ジオンの新兵器ソーラレイの正体が判明しました。ソーラレイとはコロニーを利用した超巨大レーザー兵器のことです。この空域は狙われています。奇跡的に被害はわずかです。グレートデキンも無事です。ギレンは我が息子ながら危険な男だ。もはや私には戦う気力はない。休戦協定に承諾してもらいたいのだ。しかし休戦協定を結んでもギレンは徹底抗戦の姿勢を崩しますまい。いや将軍、この度のギレンの暴挙に対して反感を抱く者が少なからずいるはずだ。法王である私が公の場で休戦の意思を見せれば何らかの効果が期待できるはずだ。報告します。我が軍の行動に対し国際的な非難が集まり、世論が悪化しています。何らかの対策を講じてください。報告します。
ではまずアーバワクーの方にね、これだけの大艦隊を移動させていかなくてはいけないので、進軍を再開していきましょう。まあ、主力はバーミンガム作ってありますので、このバーミンガムにペガサス級を混ぜて、さらに数でさらにスカイト、マゼランカイト投入していきたいと思います。でやっぱりですね、どうしてもビグザムを拠点中心部から引き離したい、そういう思いがあるので、まあ、おとりになってもらう部隊としてですね、先に先行させるものをいくつか投入していっちゃいましょう。これでなんとか敵をね、引き寄せることができればビグザムを回復させることなく攻略していくっていうね、そういう思惑で進めていきましょう。でこれだけの大艦隊を編成している以上ですね、他の拠点、他の戦力がだいぶ手薄になっているので、できるだけ早く決着をつけないとですね、逆に他の拠点が落とされてしまうということにやっぱりなっていくので、ここはですね、速攻を意識しつつもう投入できるものから投入していく、部隊を揃えて一度に叩きつけたいっていう戦術も取りたいんですけども、ここはもう速攻が大事になってくるので、とにかくね、部隊を急いで、進軍させて、投入できるものからもう随時投入していくっていう形でアーバーワークの方に侵入を果たしていきたいと思います。この後各拠点の状況もね、簡単に皆さんにはお伝えをさせていただきたいと思います。まずソロモンに残している戦力なんですけども、ソロモンにはマゼランを2隻残しているだけです。そしてルナ2の方なんですけども、トリアエーズで壁を作って頑張ってこらえてもらっているという状態ですね。なかなかしんどそうです。そしてマドラスですね、ここもファンファンとか航空戦力で壁を作ってなんとかこらえている状態。中国北京も同じです。オデッサも同じように壁を作ってます。そしてジャブローもご覧のように壁を作っているというところで、この壁が突破されてしまうと本当に苦しくなるので、壁が突破されないように頑張りたいところなんですけども、なんといってもアーバーを食う攻略のために大艦隊大部隊を編成した手前ですね、他に回す戦力が少し枯渇不足しつつあるというところです。なので一刻も早くアーバーを食う攻略戦に入っていきましょう。ではアーバーを食うですね、ビグザムがここにいますので、ビグザムをまずは釣り出すところから、始めていきましょう。なんとかしてビグザムをこちらに手繰り寄せて、その上で囲んでエネルギー切れを起こして撃破していくっていうね、そういうプランを考えていきたいと思います。ちょっとなかなかビグザムが出てきてくれないですね。やっぱりビグザム、もうちょっと出てきてもらわないと、この拠点の中心部に居座られていると攻略が事実上不可能だと思うので、なんとかビグザムには出てきてほしいですね。ちょっとビグザムを動かせてないですね。こちらの戦力をだいぶ少なくしてですね、その分ビグザムが動きやすい状態を演出しようとしているんですけども、なかなかビグザムが動いてくれない。もうちょっとかき回してみましょう。なんとかビグザムを引き離したいんですけども、なかなかビグザムを引き離すことができていない状態ですね。そんな中部隊の方は少し増やしています。捕獲したリックドームなんかも投入しています。ビグザムを拠点から引き離すのが最優先事項にはなってくるので、なんとかまずビグザムを拠点中心部から出てくるようにうまく誘導したいところですね。捕獲したビグランクにはフラウボーに乗ってもらってます。もうね、みんな提督たちがこぞって戦艦
巡洋艦に乗ってるので、モビルアーマーにはフラフォーが乗るっていうね、なかなかちょっと無謀な選択肢ですけども、こういうところでパイロットを乗せておきたいと思います。さあ、ビグザムが一歩だけ動いてくれました。一歩だけ。このビグザムはどうしてもこのまま動かしたいので、ちょっと離れてビグザムを誘引しましょう。ビグザムを引き寄せて何が何でもこれを撃破する。ちょっとそこまで考えて動きました。ビグザムをどうしても拠点外に引きずり出して、早めにね、撃退攻撃できる体制というものを用意しておきたいので、何が何でもここはビグザムを誘引するために、たとえ戦力を失ったとしても致し方なしという覚悟で進んでいきましょう。ん、ビグザムが戻ってるな。いやー、ビグザムの動きが予測不能な状態になってますね。なんとかしてビグザムを引き離したいので、どうしようかな。今ここにビグザムが入ってるんですよね。このビグザムをどうにかして引き離したいので、これ以上近寄っても多分無駄なんだろうな。ちょっと周りにいる戦力削れるだけ削っておきますか。とはいえ、ビグザムを基地中心部から引き離せていない状態なんですけども、なかなかちょっと引き離しが難しい状況に陥っているので、まあ、今回幸いにもビグザムには誰かが乗っているというわけではないので、ちょっと力押しを一回試してみたいと思います。まあ、とにかく期待しているのはバーミンガムですかね。バーミンガムがビグザムを突破してくれれば、まあ、ドズレが乗っているビグザムは撃破、まあ、事実上普通に攻撃しても不可能でしたけど、たとえ拠点上にいたとしてもバーミンガムであればビグザムを打ち砕けるっていうところが見せられれば、いろんなねゲームのやり方っていうのが見えてくるかなと思うんですが、ビグザム強い。ほんと削れないな、ビグザムは。バーミンガムなんですけども、ミサイルランチャー、これ実弾系になると思うんですが、これレンジが1から3ですね。これを当てられるかどうかだと思います。いや、全く削れない。ビグザムを本当に1ミリも削れないな。さあ、グレイファントムとバーミンガムで囲んで攻撃仕掛けてみましょう、ビグザムに。これで削れるかどうかですね。削れない。ミサイルランチャーが当たってないのかな。多分そういうことでしょうね。ミサイルランチャーが攻撃としてヒットしていないんだと思います。やっぱり拠点外に引きずり出さないとちょっと勝ち目がなさそうですね。やり直していきます。はい、ようやくですねビグザム釣り出すことに成功しました。ここにいますね、ビグザムは。まず最初にマップの右側からセーバーフィッシュを、まあ、数機侵入させて、それでモビルスーツを釣り出して、今度逆側にまたセーバーフィッシュを何機か入れてビグザムを釣り出して、現状ビグザムが拠点の中心部から離れているという状態を作り出すことができましたので、ここからですねビグザムをまずはエネルギー切れに追い込みつつ、拠点中心部この攻略を行っていきたいと思います。なかなか手を焼かされましたね。まあ、この先ビグザムにね苦しめられるっていうことも、まあ新ギレンの野望に限らずギレンの野望シリーズでは出てくると思うんですけど、やっぱりこの釣り出しエネルギー切れを狙うっていうこの上等手段になっていると思うんですけど、なかなかね思うように
ビグザムをコントロールできないなんていうこともあるので、まあ、うまくそこは試行錯誤をしながらビグザムをなんとか孤立させていくっていうね、そういう戦い方になっていくのかなと思います。新型コロナのワクチンとかね、どういう状況なんでしょうね。報道では、まあ、4000万人分をまずは、4月ぐらいまでをめどに確保して、まず高齢者までの接種を優先するなんていう報道出てましたけどね、まあ、そう考えるとおそらく年内に僕のような30代の人間が接種を受けることは、まあ、まずないだろうなというふうには思うので、まあ、そうなってくるとどうなんでしょうね。本格的に今のこの感染状況というものが落ち着いてくるのはもうちょっと先になるのかなっていう感じですかね。まあ、今回のワクチン確保の件もそうですけど、やっぱり一番怖いのがね、もう財源をだいぶ減らしていると思うので、まあ、すぐにではないにせよ、まあ、そう遠くない将来にきっとね、増税があるんだろうなっていうふうに予想しますけど、まあ、今すぐっていうかね、まあ、増税のめど感を今示してしまうと、ただでさえ経済、景気が冷え込む中、さらに冷え込んでいってしまうと思うので、今すぐに増税するなんていうことは絶対に政府言わないと思うんですけど、まあ、現実的に考えてお金が不足してきている、あるいは不足するのはまあ間違いがないと思うので、まあ、そうなるとね、きっと、まあ、増税、というものはね、間違いなく入ってくるんだろうなというふうに思いますけど、まあ、僕のようなサラリーマンだとね、増税って聞くとまあちょっとうんってなっちゃいますけど、本当にやっぱりね、引かれる税金額むちゃくちゃ多いですからね、まあ、それだけ日本はその医療体制だったり社会保険制度みたいなものがやっぱり充実しているよねっていう部分あると思うんですけど、まあなかなか今のところね、その僕自身まだ若くて、まあ、若いというかまあ健康ですし、まあ、社会保険制度のね、そのお世話になるっていうような局面もまだないので、なかなかね、実感が湧いてないってところなんですよね。きっとね、そういうところをお世話になることもまあなきにしもあらずだと思いますので、まあ、その時のために税金を納めておく、あるいは年金もらうために税金を納めておくっていうのはね、いいんですけどね。特に年金なんかは本当にどれだけもらえるのかっていう、将来的に、まあ、今回さらにね、財源減らしていくとは思うので、まあ、年金に手をつけてないとは思いますけど、まあ、ただ分からないですからね、もうそういうのは、まあ、本当になんとかこらえてほしいなとは思いますけど。さあ、舞台の方は基地中心部の方に迫っています。大体今回投入したのが4分の1ぐらいの艦隊を入れていますね。なのでまだまだ外には大艦隊が待っているという状態なので、まあ、この後ですね、ビグザム、これを押さえつけたら、残りの艦隊も投入して、一気にアーバーオア君の制圧を進めていきます。ビグザムが今、マップ兵器ハイパーメガ粒子砲、大型メガ粒子砲かな、大口径の、マップ兵器使いましたので、一気にエネルギー入れになってますね。サラミスが少しピンチになっているものがあるので、そういったものはしっかり退避させて温存しましょう。で、再び取り囲みます。もう1回ビグザムは攻撃を仕掛けてきたら、おそらくエネルギー切れを起こすと思いますので、部隊の方は基地中心部を制圧して、敵の増援、これを防ごうというふうに思います。そこにはやっぱりバーミンガムかな、バーミンガム使って仕留めに行きましょう。バーミンガムの武装はメガ粒子砲、主砲、このあたりが軽く出ますね。命中率も主砲が60、メガ粒子砲が50、レーザー砲が50、ミサイルランチャーが45と低いので、まあ、レンジ的には2レンジのところから攻撃仕掛けていきます。ちょっとでも火力が出るように心がけをしていきます。ライラのグレイファントム、
これ見る限りだとメガ粒子砲、命中率60、ダメージソースも 65×3、 レンジが2から4ですね。なんでここから攻撃仕掛けていきたいと思います。ではこの要領で進めていきます。では基地中心部、敵部隊増援来ましたが、ビグザムはいませんでしたね。これだったら撃破できると思いますので、このまま攻略進めていきます。ではまず基地中心部から制圧しちゃいましょう。捕獲、露獲したリックドムツバイ、本当にね活躍してくれましたね。まあ、ただモビルスーツとしてはこれにドラッツェを合わせて6機しか保有していないという状態なので、なかなか厳しい戦いでしたね。あとはビグザムを撃破していきましょう。ウラウボーにビグラング乗ってもらってるんですけど、これどっかのタイミングでアムロとかに乗り換えてもらった方がいいかな。今アムロはマゼラン海に乗ってるので、これビグラングとかに乗ってもらうと多分また火力がね、変わってくるのかなというふうに思いますので、まあ、そのあたりはうまく使っていきたいと思います。これでビグザム撃破になります。敵部隊の反応はありません。アーバーワークの攻略完了です。我が軍の勝利です。報告します。宇宙要塞ア・バウア空の制圧に成功しました。ジオン本島防衛ラインの一角、ア・バウア空は連邦軍の手に落ちた。激戦の末最終防衛ラインを突破した連邦軍の前で、ジオンの本国サイド3がその無防備な姿を現す。地球連邦に対し独立戦争を仕掛けたジオン公国、その最後の日は間近に迫っていた。宇宙要塞ソロモンおよびア・バオア空の占領によって月面基地グラナダの攻略が可能です。グラナダ攻略作戦を提案します。諜報部よりジオン軍が超兵器の開発に成功したと報告がありました。詳細は不明ですが危険を感じます。諜報部のレオン・ディーフェイに敵秘密兵器の調査を命じてもよろしいでしょうか。はい、諜報部に調査を命じます。なおこの任務にはホワイトディンゴ隊のマスターピースレイヤーとマクシミリアン・バーガーを同行させます。報告します。支持率向上に伴い。はい、ではアーバオワクの攻略完了しましたので、今回は一旦ここまでにさせていただいて、次回ですね、グラナダ、ここの攻略を行っていきたいと思います。グラナダもビグザムいるんだろうな。ビグザムいたらやだな。ビグロはいますね。これ速攻で攻略しに行った方がいいな。ビグザムを生産される前に攻略していきたいと思います。部隊はね、十分に整ってますので、このまま、送り込んでいきたいと思います。では次回またその様子をね、お届けしたいと思いますので、皆さんのアドバイス、感想、お待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。